まずはちょっとこう前半、なかなか決めきれない苦しい展開でしたけれども、試合全体振り返ってください。まあ、前半はチャンスがある中でなかなか決めきれずに、やっぱりオフがいない試合というか前半になってしまったので、やはりハーフタイムで変えなければいけないと思ったんですけど、やはり前半自分たちがボールを回せてたっていうところは、相手を動かして疲れさせたっていうところはできたのかなと思ったので、やっぱり後半相手の足が止まってきて、こうフィニッシュをこうみんなでスピードアップしていくっていうところはできたんじゃないのかなと思います。ご自身のゴールシーン振り返ってください。もうカウンターでタナピーと2人で攻撃していくっていうところだったんですけど、自分がドリブルで中に入った時に、そのタナピーが斜めに走って、そのディフェンスラインを少し足を止めてくれたので、それで自分がシュートを打ちやすくなったっていうところと、あとはシュートを打つ時にギリギリまで待って、相手がこう足を伸ばしてくるところまで待って、でそこを狙ってシュートをしたので、まあ、入ってよかったです。得点シーン以外にも、ボールを持って仕掛けたり、こう緩急をつけるようなところがあったりとか、こう試合を組み立てるところですごく、効いてたなっていうふうに感じるんですけど、ご自身ではそういうところで意識してました？まあ、ボールを回すっていうところはできているんですけど、やっぱりそこからこう相手を壊していくっていうところで自分がもっと仕掛けていったりとか、あえてこう形ができているところから自分で崩しに行くっていうところはまだまだ足りないのかなっていうふうに思います。この波次節にもつなぎたいですね。はい。その次節に向けたメッセージ、最後にファンサポーターに向けてカメラ目線でお願いします。リーグ再開後3連勝という形はすごく良かったんですけど、やはり一試合一試合と相手も 100% でぶつかってきますし、簡単な試合っていうものはないので、次節もチーム一丸となって試合に臨んでいきたいと思います。応援よろしくお願いします。